今からね、レーナと何人かが始まりますね。まあ、あんまり俺は MMA のことを語れないんですけど、ノリでノリ解説、ACC シーザー会長が今出てますね。今日はシーザーは流れません。シーザー会長入場曲ではないですね。なんなんこの女子レフリーは誰なん。じゃあジャッジか。あんまり俺は詳しくない MMA 界。ただ階級的にはどうなんかな。相手の階級ではないんやろうけど、まあ相手がちっちゃい階級で、まあ、レイナに合わせているのか、それともジャストそのキャッチベイトががっつり お互いの階級なのか、どうなのか楽しみですね。うん、今ちょうど CM 中ですわ。いやー、レイナちゃんね、一気に今格闘技界の中心にいますけど、ね、ちょっと前までは、ちょっと前、何年前か分からへんけどね、大阪でやってましたね。及川道場で。僕が知ってるレイナといえば、レイナチュンマーサー M16。M16 やでしたっけね。その辺ちょっと数字が分かんないですけど、なしレイナチュンマーサーでしたよ。うん。やっぱり長いですね。ジュニア上がりでずっと長い、息の長いというか、競技歴の長い選手っていうのは、本当に基礎がしっかりしてて、何でもできるっていう選手が多いですね。例えば、まあ、僕らなんかは、まあ、20超えて、キックボクシングの世界に入ってるんで、やっぱりね、バックボーンの特性を生かさないと勝てないんですけど、まあ、勝てないっていうか戦えないんですけどね。うん、片やみんなはね、何でもできる、そのジュニア上がりは。まあ、ほんまに今の、まあ、K-1 しかり、ライズしかり、まあ、ほとんどの全ての団体で、チャンピオンクラスはほとんどジュニア上がりでしょうね。唯一、まあ、自分が助かってたんかなっていうのは、ちっちゃい頃からキックをやることによって、やっぱり減量は基本なしでっていう風な約束があるんですけど、やっぱり幼少期から体重をね、あまり上げたくないっていう親の意向があると思うんで、そうなってやっぱ体が大きくならないでしょうね。だからやっぱり70キロとかいう70キロ台にはジュニア上がりの選手がまだ少ないっていうのは、そういう理由があるかなと思いますね。CM 長いな、 CM 長いな、喋ることなくなるわ。ちょっと聞いてください、うん、ね、これマイク変えましたよ、うん、ちょっと頑張ろうと思ってお、始まったレイナちゃん、あれですね、あのマウスピースが牙タイプですね、うん、で、セコンドは阿部さんと、これガクトが今映ってますね、うん、ガクトコインね、ガクトコインどうなったんでしょうね。そして相手可愛いですね相手の、あ、フランス人32なんや、綺麗な背は相手の方が高いね、うん、バックボーンが何とも言えないんでね、気になるところですね。 MMA で一体どういう実績のある選手なんでしょうか。しかもレスリングシューズ履いてる、いいですね。フランス人のちょっと綺麗っぽい女の子はみんなジャンダルクになるんでしょうね、うん、お、これはまたあれですね、あ、これはオーソドックス対オーソドックスですね、うん、まあレナはね、一発強いですから。今じゃあ首引っ掛けて、投げに行こうっていうところですね。あ、この辺がよくわかんないですけど、なんでフランス人は腕を巻いているのか、誘うとかいう感じはないんですかね。僕には分かりませんが柔道っぽいですね。柔道大国フランス、おえいだお、
あの例のね、この触覚のような前髪、多分邪魔でしょうね。うん、ああいうの、なんか僕の中では、なんでそんなことするのかなって、おえ、スーパーマン。なんかあれなんですかね、格闘ジャンダルクは、その右を上から引っ掛けると、柔道ベースの選手なんですかね。なんかレスリングベースだと、やっぱり脇立てみたいな感じになると思うんですけど、まあそういう意味で、レイナと噛み合うかな、シュートボクシングなんでね。うん、シュートボクシング、レスラーというよりは、柔道系の方がシュート取りやすいでしょうからね。これは肘ありなんかな、まあその辺もさっぱり分かんないですけどね、しっかり、相手は俺こう相手つく肘ありなんかなね、しっかり密着してけど、で長く左で相手のコートを取って、いつでもその強い左の膝が打てるんじゃないかなっていうところですね。相手は嫌がってますけど、うん、肘ありですね。おい、いいっすね、相手、左手で、手をさせながら落とす、こういうテクニックですね、メダルでもありますね。けど、レーナが上の、なんていうんやろね、これ、取って、投げて、転がって、そうそうそう、まあ、これ、SB やったらね、シュートポイント上がるんじゃないですか、レーナやったら。けど、バック、今、取られてますね。バック取られて、まあ、相手はかけます、外掛けでテイクダウン、けど下から、まあ、アームロックになってるのかな、いい感じで入ってるんじゃないですか、これ。で、ここからどうやるんやろ、どうやるんやろね、カウントつくんか、逆にこれ、マウントみたいなポジション取ってあかんの、マウント取って足、ちょうど今、残り時間2分 8秒ですね。お、ポジション変えた。あ、アームロック入ったんじゃないこれ。やばい、これでアルフ正面グリグリグリっていったら、サクラブとホイラーみたいなのある。それをさせないように、相手が、ジャンダルクが右足をかけてます。反転しないように。OK、溶けた。いける、右の肘いける、右の肘いける。あー。難しいなあ。ああ、潰れる。おい。うん、しんどいよね、あんだけ上から顎押されたら。レイナちゃんが今押してますけど。危ないな。やっぱりこのSシュートの投げっていうのは MMA ではやっぱ危ないよね。背中を向けちゃうから。しっかりロックかけて。てかあれやねんな。レイナ泣きついてんねんな。いいなあ、ナイキ欲しいわ。ナイキとビームスってどんなんやねん。競合ちゃうんけ、ちゃうんか。フランス人の友達が今香港にいるんで、エスジャンフランソワのことを後から聞いてみようかな。これ有名なんて。じゃあ今バック取って、残り38秒ですね。ジャンダルクが首を今引っ掛けて、おい、あれなんていうのこれ、足4度でロックして、嫌やな、俺こんなん。これ、突き出したかな、こういう肘はあかんのか。ねえ、これ一体どういう選手なんでしょうね、バックボーン、この音量を上げてないからさっぱりわかんないですけど。得意技がチョークって書いてあるから、寝技のグラップルの選手なんかな。はい、なりました、はい、なりました。やっぱり思うわ、前髪じゃないと思うねんけどな、うん、なんていうんやろ、格闘技とかね、一瞬のコンマ何秒争う世界で、なんやろ、これがあるのは邪魔でしょと思ってしまう。まあそのおしゃれじゃねえだから、おしゃれじゃない、うん、おしゃれを出すとこじゃないでしょう、うん、さあどうなるんでしょうね。ガクトが今語ってますね、専門テクニとか。一般の人はこういうのは嬉しいんやろうな、
どうなんやろ一般の人って、このガクトが語るのは。ガクトが一体何をやってんの。ガクトのバックモンは一体何やねん、ほんまに。もうガクトがいいかしか分からへんわ。例えばね、キムタクやったら今ね、柔術白帯やですけどね、頑張ってるみたいですね。中国に昔いた時にね、あのウェイブで見ましたけどね、なんか見せてくれましたよ、通訳の子が。これ木村拓哉言って有名なのかな、木村拓哉は柔術やってるって。あの V6 のね、あの子は、あの子って先輩ですけど、あの人はよう格闘技で有名ですけど。さあさあさあ、もう10分、11分ですよ。レイヤーの試合は長いですね。俺的にはタイガの試合を1ラウンドから全部見せてほしかったんですけどね。まあそういうところにフジテレビのね、編集のあれがあるんでしょうね。タイガよりも女の子、強川女子、ライジンは一体どういうあれでコンセプトで打っていくんですかな。強いやつが集まるリングなのかな、女子が女子最強を決めるリング、どうなのかな。お、CM 開けた。にゃこ大戦争やばいって、また CM 行ったって、こんなんめちゃくちゃ長いやん、どうすんねん。これ一試合一試合上げていくつもりやのに、語ることないぞ。マイク買ったんですよ、そうね、これ YouTube 好きなことで生きていく、そのためにやったわけじゃないんですけどね。なんかせっかくやからコツコツやっていこうかなと、とりあえずマイクを買いました。これで音量音質が変わるんですかね。なんか Amazon でコメントは良かったんですけど、レビューは良かったから買ってんけど、長いね、チーム負けの。SB か、僕も SB 出たことあるんですよ。なんか坂本選手に負けちゃいましたけどね。めっちゃ言い訳しましょうか。言い訳じゃないですけどね、まあ、あの時格闘技でね、その生きていくっていう中で、まあやっぱテレビ放映がなくなって、やっぱりスポンサーも僕減ってたわけですよ、そういった中で、その試合せな、純粋なファイトマネーで生活せなと思って、中国 SB、超人祭りかな、3試合を3、4週間ペースでやったんですよね、多分。いや、ダメでしたね。体重も増えて落ちひんし、やばい、すぐ食べちゃうし。お、始まった。おえおえ、レイナちょっとパンチでプレッシャーかけてる。おえ、フック入った。けど、やっぱグラップラーなんですね。綺麗な外掛けでしたね。ここからの返されへんけど、レイナすごいよ。すごいよ。十字取ってるよ。十字取ってる。取ってる、すごい。結構寝技練習したんかな。ロープが邪魔やねんな、ほんま。ライジンのロープ、なんか一番下段からポンって飛び入れるかなとか若干思ってるけど、一番下段の下にもう一個あんねん。お、抜けた。おい、サッカーボールキックあるな、これすげえな。女子なのに関係ないねんね、男尊女卑じゃないねんな、男女平等。ごめん、男尊女卑って意味が基本的にまず悪かったな。さあ、これ猪木あり。5分の3ラウンド、2ラウンド。5分3ラウンドか。で、残り3分30秒。さあ。これ、ポーンってパウンド失敗して、これなんていうの、相手焼きついて。
いやー長いね、レノの試合はがっつり放送されて強いんやろうな、バウンドそらな、小学生からずっと殴ってんねんもんな、パンチ強いわ、パンチ強いのは分かんねんけど、パッとその十字にかけるっていうのは才能あるんやな。なんて格闘ジャーナル君のあれがチャンピオンなのか何人やってるのか、そういうの結構あれが適当やからな、外人やから分からへんから適当にチャンピオンってしてまうからな。おい、ナイスフック、プレッシャーかけてんな、いいね、レナちゃんは。全体的にレナが圧倒してるな。いつの間にかマウントやんけ、転がってピョンって、すごいな。あ、やばい、放送中なのに。いいよ、息子来た、息子来た、息子来たからちょっと待って、レナの試合を解説してんのに。生放送、うん、違うよ、録音して、録音っていうか、YouTube ライブできんかったよ、ツイキャス。ああ、そうだよ、バウンドや、バウンドや、完全に寝かせる。おいいい、もう決まんじゃね。おいおい、これ埼玉スーパーアリーナでパンバックマウンドって殴って会場がおいおい言うのは、あれほんま下にいる選手は辛いよね、経験あるけど。十字十字立ってるけど、立ってるけど、決まらない。息子来た、息子出てきたな。おお、おい、もう10時で取っていいとかやねんね、残り40秒。すごいな、この子。バンバン寝技のスタイルやってんの。おい、おお、息子来てる。レイナも決めかけ。4点下の膝はもうマジで痛いで、まあ、サワーにもあったけど。おい、え、赤くて4点から、あ、ブレイク、ストップ、ストップ、3ラウンドでーす。さあ、あ、息子登場してるのに、これ CM 入るから長いな。優作や、優作や、はい、おえぇ、天心のロマシア初サグラズですが、ちょっと止めよう、止めただけど、あれか、まあいっか。3ラウンドスタート、前蹴り、オーバーハンド、相変わらずレーナさんラウンド詰めていってるね。けどやっぱり密着でレーナが続かへんねんな、相手が組みついてくるから。案外そのレーナ投げに行くな、やっぱり組み相撲できひんのかな。すごいね、バイトルとか入ってニャンコヤ先生もついて、
なんかこういうポストコーナーとかね、いろいろ見てしまいますわ。ちなみにさ、うん、ポジション変えてバック取りに行く。あー、ラミラミセンちゃん、お顔見えるでしょ。よいしょ、ラミ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 、あっち行きなさい。よいしょ。すっこがどうなってんねん。もすごいポジションですね。かれこれレイの試合フル、これ判定なんかな。15分、まあテレビ側としては一番ありがたい接戦、チャンネル変えられないようにね、長いことそのメイン選手レイナー新天心は長い仕事試合をしてほしいところ。何ですの。もう一つおもんないな。あんまり女子学っていうもの自体が甘すぎじゃないんだよね。しなきさとことか、渡辺久井とかね、いろいろ見てきたけど、興奮してんの。格闘技見て息子興奮。ねえ、ラーメンやって。はい。さあ、3ラウンド残り2分。これ判定決着かな。やっぱり KO 見たかったな。知らないけど。息子めっちゃ見てくる。試合どころちゃうやん。あーダメそれは。もうなにこの家感。レナ必死でやってんのに。すごいな、湘南美容クリニックなんや。はじめ高須さん、俺アンディサーとやったライジンで高須で来たから高須クリニックスポンサーついたんじゃないん。あれちゃうんかな。やだね、やっぱそのトップフィンガーやからコンビネーションでやっぱバンと全部全打振り抜いてるな。今レナの前切り良かったですね。右ワンツー吹くやけどツー短くしてのパパパン早いワンツースリー。これは残り3ラウンド、残り1分。ここはスタンドレイ、キー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 、ウェイ、マイキリー、マイキリーで、タクタン強いな、ハネラン、腰強い、腰強い。残り30秒。あかんって、顔映るでしょ。行ってください。15秒このような感じで今画面に左蹴りってあれやな。これはこんばんは、こんな感じで、まあまあ完勝でしょ。レナちゃんナイスナイスファイト。でパンチやっぱ圧倒してるな。お疲れ様、ナイスファイト。こんな感じのレナちゃん解説でした。おっす。